米沢みのるしん、小市民、シリーズ夏季限定トロピカルパフェ事件。夏季限定トロピカルパフェ事件は2006年に草原水分庫から刊行された、米沢みのるしんの推理小説。小市民シリーズの第2弾。前作より時系列が1年経過し、小市民を目指す、主人公、ジョー・ゴローと、小助内の高校2年の夏休みの出来事が描かれ、この2作目で、 コバと幼いコンビの転換期を迎える。このことに関し著者は、小市民のモットーは、自意識過剰で、思い上がりであることを書かないわけにはいかないと、語っている。ミステリーズ。ボリューム13、14に順次掲載された、短編2つを各章として組み込む形で収録し、前作同様に連作短編形式でありながらも、各一編が一つの章となった。 長編作としても構成されている。中学の苦い思い出から、小市民になることを共通の目的を掲げた、ジョー・ゴロウと、コスケナイが、船戸高校に入学してから1年経った、高校2年の夏休み。コスケナイとは、語形関係でありながら、あくまで関係は、学校内に終始していた、ジョー・ゴロウだったが、突如、コスケナイに誘われ、コスケナイ、スイーツセレクション。 夏と称して、地図と共に、リストされた、貸し店巡りをすることに。だが、小助内、スイーツセレクション、夏を制覇しようとする中、健吾が指示で追っていた不良グループに、小助内が誘拐される事件が発生してしまう。一連の誘拐事件、それまでにおける夏休み中の小助内の偶然と、結論付けるには、不自然な行動から、上五郎は、小助内が、 自身の誘拐を事前に予期していたことを導き出す。その対策として、自分がどこに連れ去られても、ジョー・ゴローが助けられるように仕向ける手段こそが、コスケナイ、スイーツセレクション、夏だった。だが、解かれたと思われたコスケナイの行動の真意が、負に落ちず、さらに、コスケナイを信じて考えた、ジョー・ゴローは、 グループ内にいた小助内の内通者の存在に気づき、内通者によって、事件を容動したと推理する。しかし、小助内が、その推理を訂正して見えた真相は、内通者が、川又さなえであること、伊沢原不良グループは誘拐こそしたものの、身の白金目的に仕立てたのはさなえを利用した、小助内だったということだった。おさないが、伊沢原の罪状をランクアップ案を取ったのは、 復讐以外にも自分に危害を加えようとする伊沢を遠ざけたいという恐怖からだった。上五郎が真相を知ったことを境に小市民を目指している自分たちの現状が嘘だと突きつけられる形となった上五郎と小助内は方法論として一緒に行動することに限界を感じ、二人は互恵関係を解消することとなった。ありがとうございます。